マグロを解体したのはいいが、やはり一人では食べきれなさそうだな。どういうわけか横にアトベと日吉がいるのだが、ここはやはり声楽の誰かを呼ぶか。チェイチェイチェイ、俺たちでいいだろうが。あん、そこまで言うのならいいだろう。その代わり料理を手伝え。ウェケリメして。ではまずはカルパッチョだ。新玉ねぎを切ってから水にドロップショットだ。バウンドさせないように気をつけた方がいいので、ゼロ式ドロップショットの方がいいが、多少なら問題ない。そしてマグロを一口サイズに切り、醤油かめんつゆとオリーブオイルを混ぜたものにゼロ式ドロップショットだ。ここは絶対にバウンドさせたくないから、絶対にゼロ式で行くべきだ。ここまで来たらしばらく放置だ。日吉、何かいい時間つぶしはないか。それならパワープロなんてどうですか。パワープロだと？明暗だ。もう大丈夫だろう。ついついやりすぎてしまったな。またやりましょう。そうだな。では料理に戻るぞ。浸った新玉ねぎとマグロを混ぜて完成。マグロのカルパッチョだ。次はマグロの山かけ丼を作る。マグロをぶつ切りにする。炊きたての白米に酢飯と特殊な回転をかける。これは手塚ファントム。そして山芋をすりおろす。うっ、手塚さん、肘が腫れ上がっている。大丈夫ですか。ああ、少し肘に負担がかかってしまっていたようだが、問題ない。どんなことがあろうと必ず最後までやり遂げる。これが性格を背負う者としての決意か。熱くさせやがる。俺は大葉を用意しておきます。手を出すな。なんでですか。今は手塚の姿をその目に焼き付けるんだ。チームを背負う者としての姿をな。わかりました。もう終わった。え、早い。マグロの山かけ丼完成だ。次は何を作るんです。そうだな、胃袋を焼こうと思う。マグロの胃袋。なんだ日吉、食べたことねえのか。そりゃないですよ。胃袋は焼いて食べてみようと思う。小さめに切ってごま油と塩で炒める。これはうまいぞ。もうわかるのか。胃袋の焼き完成だ。名前雑すぎません。次は目玉の煮付けだ。美味しそうですね。まずは眼球周辺をくり抜く。結構えぐい絵面ですね。そうだな、だがちゃんとした料理動画だ。ちゃんとはしてないですけどね。くり抜いた目玉を鍋に入れ、そこに醤油とみりんと日本酒を入れ、特殊な回転をかける。いや、さっきからそれ何なんです。いや、最初は乗っかりましたけど。適当に煮たら完成だ。いや、雑。いや、日吉、よく見てみろ。これは確かに結果ちゃんとうまそうだ。最後はやっぱり刺身だな。解体したてのマグロを刺身状に切って盛り付けだ。マグロにとっての下克上はここにはないんだよ。それは一体どういうことだ。意味がわからないぞ。さすがに強引すぎないか。まあいい、これで刺身も完成だ。よし、すべてのマグロの料理が終わった。どれもうまそうだな。ではマグロパーティーを始めるとしよう。油断せずに乾杯。